カミソリと革と最初に革ととペーストによるカミソリの研磨方法を考案したジョージパックウッド革とはカミソリやナイフなどの刃物の研磨やその仕上げに使われる表面を滑らかにした細長い帯状の革あるいは革を細長い長方形の板に貼り付けたものである。なお、英語でのストロップは革を使ったものに限定されず布土やペーストを塗って 刃物の研磨に使うバルサ材なども包括している。もともとイギリスにおいて、カミソリを研磨する道具として、ジョージ・パックウッドが1794年に研磨用のペーストと一緒に発表したものが広く使われるようになったものとしては最初である。大英博物館に残されているパックウッドの肖像画を見る限りでは、それは比較をおそらく板状のものに貼り付けたもので、 研磨用のペーストも確認できる。いわゆるストレートレザーが最初に大量に生産されたのは18世紀英国のシェフィールドにおいてである。パックウッドはイギリスにおいて最初に日用品の広告を行った人として知られている。またシェフィールドにおいてパックウッドブランドで販売されたらしい紙ソリが現在でも残っている。なお、欧米では 日本のように刃物全般を砥石を使って研ぐということは21世紀の現在でも一般的ではない。木材に貼り付けた革戸と研磨用のペースト類の例様々な種類の材料による金具固定型革との例、上からコード板、ブライドルレザー、ラティーゴ、赤カンガルー革、牛革、水牛革、人工比較現在使用されている革とは、 パックウッドが考案したような木材等に革を貼り付けたものと革だけを使い一方の端に固定用の金具をつけてどこかに引っ掛けて引っ張ってテンションをかけながら使用するものの2種類のものが主であるナイフの研磨にも使用される日本の理髪店では1970年代まではストレートレザーが使われていたため革とも多く使われていたが現在では大半の理髪店が とぎの手間を減らすのと、血液感染症への懸念から、替え場式で使い捨ての紙ソリに移行しているため、革との使用は、ほとんど見られなくなっている。現在販売されている革との革については、高級品としては、コード版、ブライドルレザー、普及品については、その他の牛革等が使われている。革とを使った刃物の研磨には、パックウッドが最初に考案したように、研磨剤を、 革戸の上につけて研磨するラッピングと革戸だけを使用するストロッピング、ストロッピングの二つの方法がある。前者の場合、様々な研磨力を持つ研磨剤が市販されており、仕上げ砥石で研ぐ場合と同様の研磨を行うことが可能である。後者の場合の効果としては、紙ソりたの刃物を砥石で研磨した際に残留する微細なカイリアバリを除去しヒゲソリ等の際の 安全性を高める。カミソリ等の側面にできたササクレ状の剥がれ等を滑らかにする。カミソリ等の側面に付着した上皮や皮脂、または微細な刃こぼれによる金属粉、その他の微小内物などを除去する。などが期待できる。皮とで研ぐ前と後のカミソリの刃の表面の変化を電子顕微鏡で観察したサイトがあり、皮との効果を確認することができる。 1905年にアメリカで出版されたシェービングの教科書に出てくるストロッピングの説明の絵カワトの使用方法としてはカミソリの例では刃の側面をカワトに密着させ刃の峰方向に押していく形で使用し端まで達したら刃を反転させて反対側を磨く力を強く入れる必要はなくまた回数も研磨剤を使わないカワトだけの使用の 場合は片道20回程度で十分効果が得られる。一部の市販の革とでは横幅がカミソリの刃渡りよりも短いものがあるが、その場合は刃を斜めに動かすことによって刃渡り全体を磨くようにする。ありがとうございます。